ダイユリとエルポリトの居場所が分かった。サンドバルの仇を討ちましょう。やり方は問わない。最終的に二人とも死んでくれればね。親に接近、注意しろ。ユリとポリトはイカれたカップルだし、サンドバルの仇なのは分かってる。冷静に行くぞ。冷静に復讐する奴もいない。復讐はなんとかってことわざがあったよな。復讐は蜜の味ってやつだな。しらかしすぎないようにしろよ。入ろう。入り口と隅に注意しておけ。集まってくれ。コピー。サンドバルはここで死んだんだろう。47時間も生かされたらしい。長い間耐えたんだな。俺たちを待っていたのかもな。第一国だ。仇を取るぞ。見つかったようだ。ダーリン、私と出会う前は何を知ってたの？ハーリー、俺は何者でもなかった。こんなにも生きがいのある人生、こんなにも深い愛があるなんて想像もできなかった。私も同じよ。あなたに会うまで半分空っぽだったの。ピントが合ってないみたいにぼんやりして、あなたの目を通して見えるようになるまでは。愛してるよ。さっきあの男の手を折ってた時も、奴が君に触れようとしたのを思い出しながらやってた。もう嫉妬深いんだから。そして俺が折った指の一本一本が、奴が君に対して犯した罪への罰だ。私撃て。泣いちゃいそう。コピー。ダーリン、話したいことがあるの。もちろんだ。何でも聞いてやるよ。何でも。こないだあなたが水攻めした男を、私が牛追い棒で電気攻めしたでしょ。ハリー、あれは教科書通りの完璧な拷問だった。最後まで言わせて。あの男は私たちの与えた痛みでキリストが味わった。あそこへ行ってくれ。喘ぎながら糞尿を漏らしてすすり泣いていたわ。それを見て私、不覚にも彼をかわいそうだと思ってしまった。彼の世話をして抱きしめて、ターゲットを捕捉、周辺に注意しろ。悪党どもをマーク。ユリとポリトを確認。君ら何が言いたいんだ。ターゲットを確認。いつでも攻撃できる。ターゲットを捕捉。赤ちゃんが欲しいの。準備完了。合図をくれ。ターゲットを排除。問題ない。大丈夫だ。ドラゴン合わせろ。始末した。映画とかで復讐を果たしても全然気分が晴れないってセリフよくあるじゃない。まあ私は今最高の気分よ。あの二人のホラーショーを終わらせたことで地元住民の支持も得られた。何かあれば連絡をちょうだい。ボーマアウト。護衛部隊の施設が襲撃を受けた。私は疑問に思った。ラプラガはシカリオのリーダーにふさわしいのかと。ソーシャルメディア遊びに熱中しすぎではないのかと。ネットで女を漁るのがそんなに忙しいのか。お前の仕事は女漁りか。違います。俺の弟だ。俺がしつけておく。ラプラガは理解した。理解しすぎた。必死だった。裏で糸を引いてる奴を絶対に見つけてやる。俺たちの仲間を一人殺すために一般人を10人殺す。無抵抗だろうが知ったこっちゃね。
だが自分がもたらした損害の大きさを理解していなかった。